こんにちは。タイトーゲームディレクターの富山雄一です。この動画では先日発表しましたダライスコズミックコレクション続編の新情報を公開したいと思います。早速ですが、まずはこちらの動画をご覧ください。ということで、続編の名称はダライス・コズミック・リベレーションに決定いたしました。前作のダライス・コズミック・コレクションは 2D のダライスを集めた商品でしたが、今回はこれとは対照的に 3D のダライス2作が軸となります。リベレーション2は何かを明らかにするとか、意外な真実、明らかにされた事実などの意味があるため、収録作にアーケード版からの新要素を加えるという意味でこのタイトルにしました。また、収録タイトルには G ダライス HD とダライスバーストアナザークロニクル EX プラスの2作品となっております。それぞれこれまで家庭用移植版がすでに出ているタイトルを再度移植するにあたって、アーケード版をやり込んだプレイヤーに満足いただけるようなものにすべく新要素を含めて鋭意開発中です。なお、本作は日本についてはタイトー配信ですが、欧米についてはイニンゲームズとストリクトリーリミテッドゲームズからの配信になります。以上、ダライスコズミックリベレーションの最新情報でした。今後の最新情報は、タイトー公式 Twitter などで公開予定です。速報をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。